まったく小僧どもと来たら最近気を抜きすぎじゃないか。また幼児化なんて術式をかけられて小さくなってるとは滑稽だな。あいつらの無様な格好を見るのは気分がいいが、小僧が幼児化すると器としての機能も弱くなるから迷惑でかなわん。しかもこの最悪のタイミングで俺の指が野良猫に食われた。おかげでこの俺が野良猫に受肉する羽目になるなんて、小僧のやつ絶対に許さん。本当だ、触りたい。危なくないかな、指噛まれるかも。ったく、こっちの気も知らないでお気楽な奴らだな。誰のせいで俺がこんな姿になってると思ってるんだ。というかこの猫も俺の指を食うとはいい度胸だな。受肉するのが人間ならばそいつの体を乗っ取って一暴れするのもいいんだが、こんな猫ではどうにもならん。そもそも小僧が俺と受肉している状態で幼児化したせいで俺の力ごと弱まっているからな。こんなに何もできないとは。めぐみくん、動物好きでしょ、触ってみたら。好きだけど勝手に触ったら猫さんに怒られるかも。それに触られるのが嫌な猫さんもいるから。ほう、やはり伏黒めぐみは他のガキとは一味違うな。そこまで考えられるとはなかなかだ。大丈夫だよ、猫ちゃんは触られるの大好きだから。そうだよね、おいで、いっぱいなでなでしてあげる。一方こいつらは自分勝手だな。そう簡単に俺に触れると思うなよ。ほん、こんな小さなガキなら少し威嚇でもすればビビるだろう。シャー！あ、びっくりした。おお、お口開けて牙出してる。怒ってるんじゃないかな。俺を撫でるなど100年早いわ。まあこれで少しはおとなしくなるだろう。すごい睨んでるみたいだし、にらめっこしたいんじゃない。きっと私たちと一緒に遊びたいんだよ。ねえねえ猫さん、もう一回牙出してよ。かっこよかったからまた見せて。なんだこいつら、ビビるどころか逆効果じゃないか。なんでそんなに楽しそうなんだ。そんなキラキラした目で俺を見るな。ユージ君も野原ちゃんもやめた方がいいよ。めぐみ君怖いの？別に怖くはない。本当かな。本当だもん。おーい猫ちゃん、私とお友達になりましょう。しゃー。あ、やっぱり怒ってるよ、きっと嫌なんだよ。なかなかしつこいな。ちょ、こっちに来るな。あ、逃げた、追いかけろ。追いかけっこなら負けないわよ。待て、やめろよ。こいつらどこまで追いかけてくるつもりだ。ガキにしては体力がありすぎだろ。ユージ君、野原ちゃん、ストップ。めぐみ君どうしたの？猫さん嫌がってるから追いかけるのやめてあげよう。伏黒めぐみ、まさか俺をかばってくれたのか。やはりいいな、伏黒めぐみは。え、猫さん嫌がってたの？気づかなくてごめんね。私も思いっきり追いかけちゃった。嫌われちゃったかな。猫ちゃんごめんね。猫さんは無理に触ろうとしたり追いかけたりはしない方がいいよ。静かにしてたらそのうち猫さんの方から寄ってきてくれるかも。そうなの？めぐみくん物知りだね。前に動物図鑑で読んだことあるから。じゃあ俺猫さんから来てくれるの待ってみる。私も一緒に待つわ。なんだこの期待に満ち溢れた空間は。これじゃあ俺から歩み寄るしかないではないか。まあ伏黒めぐみになら触らせてやってもいいか。他の二人は論外だが。にゃわ、猫さん
来てくれた。すごい、めぐみくんの言った通りだ。いいなあ、私もなでなでしたい。寄ってきてくれたけど、なでなでされるのは嫌かもしれない。もうちょっとこのまま猫さんの様子を見てみよう。わかった。猫さんって簡単にはなでられないんだね。さすが伏黒めぐみだ。俺が一目を置くだけのことはあるな。仕方ない、特別に少しだけ撫でさせてやるか。にゃあ、猫ちゃんの方からめぐみくんにスリスリしてるよ。撫でてもいいよって言ってるんじゃない。そうかも、ちょっと撫でてみる。全然逃げないね。やっぱり撫でていいんだ。じゃあ俺も。私も。調子に乗るな、お前らはダメだ。あれ、めぐみくん以外は嫌なのかな。尻尾でペシって叩かれちゃった。めぐみくんだけ撫でさせてもらえていいの。ん、なんかあっちから音がした。私も聞こえた。野原ちゃん、行ってみよう。うん。俺はここにいる。二人とも気をつけるんだぞ。大丈夫だって。ちょっと行ってくる。やっと静かになった。あいつらがいないと追いかけ回されたり撫でられそうになる心配がなくていいな。うわぁ、びっくりした。ユージ君大丈夫？こら、こっちに来るな。もしかしたらリュックに入ってるお菓子を狙ってるんじゃない？このお菓子は俺のだから、お前たちにはあげられないんだよ。ん？ユージ君たち誰と喋ってるんだろう。俺も行ってみよう。やっと静かになったと思ったのに、どこにいても騒がしい奴らだな。伏黒めぐみもあいつらのことなんか放っておけばいいもの。うわ、なんだよこの数。なんでこんなに猫さんがいるんだ。二人とも何したんだよ。何もしてないよ。初めは一匹だけだったのに、どんどん集まってきちゃったの。さっきまで俺たちが一緒にいた猫さんよりずっと大きい。ちょっと怖い。怒ってるわけじゃなさそうだけど、どんどん近寄ってくる。猫さんたちにあげられるものは持ってないんだよ。あー怖いよ。野原ちゃん泣かないで、俺たちの後ろに隠れてて。ねえめぐみくん、このお菓子投げたら猫さんたちあっち行くかな。え、お菓子？うん、先生がお腹空いたら食べなっていろんなお菓子をリュックに入れてくれたの。じゃあこの猫さんたちはそのリュックの中のお菓子を狙ってこっちに来てるのかな。多分だから、このリュックを置いとけば逃げられるんじゃないかな。でも猫さん、チョコのお菓子たくさん食べたら具合悪くなっちゃうかも。え、そうなの。五条先生、チョコレートたくさん入れてたよ。じゃあこのリュックは絶対渡しちゃダメってこと？うん。どうしよう。逃げたいけど怖くて動けない。猫ちゃんだらけで怖いよ。な、大丈夫だよ野原ちゃん。俺とユージ君で守るから。でもどうしたらいいかわかんない。本当は俺だって怖いし。お、俺は大丈夫だから、めぐみくんのことも守るよ。でもユージくんも涙目になってるよ。だってその時、シャーク。あ、さっきの猫さんだ。え、危ないよ。向こうの猫さんたちの方が大きいし、数もたくさんいるのに。シャーク。あれって俺たちを守ってくれてるのかな。そうかもしれない。あー、くそ、なんで俺がこんなことしないといけないんだ。俺はガキの子守をする気なんぞさらさらないというのに、体が勝手に動いてしまった。大きい猫さんたちが後ろに下がっていくよ。すげえ。この体では思うように暴れられないが、動物相手なら威圧するだけで十分だな。猫の体だったとしても、この俺に睨まれて逃げ出さない生き物がいるとは思えん。シャー。すごい、みんないなくなっちゃった。
やはり大したことないな。暴れ足りないくらいだ。うわあ、なぜこのタイミング泣くんだ。お前らがビビっていた猫どもは全て散らしたんだぞ。にゃ、怖かったよ。猫さん、助けてくれてありがとう。さっきは嫌がってるのに追いかけてごめんね。助けてくれてありがとう。俺もすごい怖かった。猫さん、ありがとう。おいおい、勘弁してくれ。泣くな、抱きつくな。全員今すぐ俺から離れろ。にゃあ、わーん。ぐっくそ、全然動けん。こんな子供でも三人がかりで抱きつかれたらなかなかの力なんだな。はあ、仕方ない。三分だけ我慢してやるか。数分後。猫さん、猫さん、どこ行くの？もう嫌なことはしないから、見てるだけだからね。いや、なんなんだこいつら。泣き止めば解放されると思って10分近く耐えてやったというのに、一向に俺を解放する様子が見えない。というか、ずっとついてくるんだが。猫さん、逃げなくなったね。試しにこいつらに威嚇でもしてみるか。さっきみたいに散っていくかもしれん。シャーク！わっ、かっこいい。ねえ、もっかいやって、もっかいやって。怒った顔もかわいいわね。早くなでなでさせてくれるといいな。この猫さん、本当は優しいから怒ってても全然怖くないね。嘘だろ、全然聞かない。俺は懐かれたくないんだよ。やはり気まぐれに人助けなんかするもんじゃない。巻き隊がこいつらどこまでもくっついてくるからな。はあ、参った。その後、あれからあいつらが元に戻るまで俺は追いかけ回され続けた。もううんざりだ。猫の姿になったのは不意だったが、せっかくだから暇つぶしに動物の世界を見て回ろうと思っていたのに、あいつらのせいでどこにも行けなかった。結局あいつらが元に戻ってしばらくしたら、俺も小僧の中に戻っていた。幼児化している間の記憶は残っていないらしく、猫になった俺を追いかけ回した覚えはないとのことだった。もう二度とこんな面倒ごとに巻き込まれるのはごめんだ。それにしても、自由奔放な小僧と娘に比べ、伏黒めぐみはガキながらしっかりしていたな。まあ、そこだけは悪くないだろう。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。